教育学学支援センターの竹村です。無垢のインパクトと授業への活用方法ということで少しお話をします。内容はこういった内容になってございます。まず、オープンエデュケーションですけれども、これは教育及び教育コンテンツを公開すること、あるいは公開する運動のことを言います。事例としては、OER、オープンエデュケーションのリソースと呼ばれるオープン教育資源のネット上での無償公開、 あるいはオープンコースウェアと呼ばれる大学による講義資料のネット上での無償公開そしてカーンアカデミーこれはインターネット上ウェブ上での初等中等教育のビデオの無償公開あるいは大規模公開オンライン講座と呼ばれる MOOC コーセラユーダシティエデックスのようなプラットフォームが大学の講義を公開しています。でここでいい。うオープンの意味合い どういう意味かというのを考えるとあるときはオープンアクセスあるときは m くのようにオープンエロールメントそして OER のようにオープンライセンスである一定の条件の下で自由に使えるといったさまざまな意味がありますこれをよく理解して使うことがこのような資源を有効活用するポイントですまずオープンエデュケーショナルリソースですけれどもこれは一般的には 一定条件の下で再利用可能な教育資源の総称です。そして、教育資源を再利用できるということはどういうことかというと、まあ、無償で利用できることとか、自由な改変が許されていること、そしてそれを再配布することができること、さらにこれらの資源が容易に検索できることも重要になります。さまざまな OER のリポジトリが世界中で構築されています。例えば、 メルロ,ローとかあるいはライス・にバーシティの提供しているようなものこれらをぜひ一度見てくださいこれはカンアカデミーのビデオの様子ですサルマン・カンという人がやっている公開ビデオ教材で今では非営利団体として手広く広げ活動を行っていますしかしながら最初はサルマン・カーンという人が自分のいとこにを遠隔教育したのがきっかけだと言われていますこのサルマン・カンによるテッドの スピーチは非常に面白いのでぜひご覧になってください、まあ、こういった、えーカン「カンアカデミースタイル」というビデオなんですけれどもハンドライティングのこういう画面とそれと合わせてインストラクターの声がこう聞こえてくるというような内容になっています。えー、オーープンコースフェアこれは先ほど見ましたように大学の講義の資料の無償配布あるいは最近では講義映像もインターネット上で配布をしています。 2002年に最初に MIT が2つの財団の支援を得て全ての授業の公開を目指して始めた活動です。で、可能な限り全ての講義のシラバスとか講義ノート、テキスト、演習課題あるいはテスト問題までを公開し、クリエイティブ・コモンズと呼ばれるライセンスの下で自由な改変、自由な使用を認めています。で、大阪大学も2005年からオープンコースウェア活動を行っていて、 いくつかの講義をまあ資料あるいはビデオとともに公開しています。京都大学も同じです。東京大学もオープン JOCWOCW 活動を進めています。で、これは大阪大学の知性の映像ないという講義のまあビデオのようなもので、ビデオの映像ですけれども、p o w e r p o i n のスライドと講師の映像を組み合わせたものとなっています。ぜひですね、これはあの一度皆さん自身で さまざまなオープンコースへのサイトをアクセスしてどういったことが行われているかというのをご覧になってください。で、次は MOOC です。Massively Open Online Courses の略語ですけれども大規模公開オンライン講座の意味がです。で、大学が無償で多数の受講生が参加可能な公開講座をオンラインで提供しているというのが現状です。で、修了者には オープンコ講座の場合も資料を公開しているだけで、それを見ても何も起こらないわけですけれども、ムークの場合は課題が出たり、小テストが行われて、きちんと答えて言って修了者には修了証を発行します。これは有料の場合もありますけれども、修了証さえ発行しなければ、ほとんどすべての場合無料でコンテンツを見ることができます。で、世界中でですね、もうすでに1000以上の講座が公開されていると言われています。 有名な MOOC プロバイバー m プロバイダーというのは YouTube のようにですね MOOC マッシブオープンオンラインコースを提供しているまあウェブサイトのことですけれども、えー、コー u ラーとかユーダーシティ。 ですね非常に集中力を要する作業ですですから必ずしもあるいは授業の様子だけ見たいという人もいるので修了証を手にする人は少ないというのはまやむを得ないのかもしれませんただし優秀な学生が世界中からアクセスしてくるということが分かってきましてもうま例えば M I T のオープンコースウェアだとモンゴルの優秀な学生が非常に優秀な成績でその オープンコースムークですね。ムークを終了したというような事例もわかっていると。で、あるいはコースラのようにですね、再就職や、あるいは転職のための資格としてムークの受講,受講歴をですね、企業に対して開示するようなサービスも出てきました。で、あるいはムークの修了書に基づいて、大学の退院認定をするというようなサービスも出現しています。まあ、こうなってくるとですね、 教育コンテンツや教育そのものがグローバル化しつつあるといっても過言ではないでしょう。ということは逆に言うと教育コンテンテツがが一流大学によよりされるような懸念も上がっています、まあ、実際にそういうことが起こるかどうかはこれから様子を見ないとわからないですし、えー、言語の壁がありますから全ての教育コンテンツが英語になってしまうかということも考えなければいけないかもしれません。ししかしながら、まあ、良いものを共有する 公開するそれはですねより良いものをを作れる可能性を生んでいま MOOC のオープンの意味をですねマッシブ・オープン・オンライン・コースのオープンをオープンなエンロールメントからですねオープン・アクセスそういったものだけではなくてオープン・ライセンシングができれば既に作ってある MOOC のコースの上に改めて新しいより良いものを作ることができる可能性があります。 まあ、そのためには、いろんな人がですね、公開をすると、え、講座を公開するということが必要で、一定の参加者は必要かもしれません。あるいは、無クを作るコストを下げるということができることが必要かもしれません。しかし、こういうことができればですね、え、いろんな人が提供されている教材を組み合わせて、あるいは少し自分の独自の修正をして、より良いものを作る。そういうことができる可能性があります。で、授業への活用方法ですけど、例えば、 ご自身の講義の参考にする講義の組み立て方とか教授法あるいは課題やテストそういったものを参考にして要するに授業参観ですねオンラインの授業参観をしてこういったものを自分の講義の組み立てに参考にするそれは一つの可能性がありますあるいは実際の m o o の教材あるいは OER の教材を講義に利用すると で特定のビデオの質を例えば宿題にするとか修了書を得ることを履修の条件にするとかあるいは反転授業の教材反転授業というのは講義中には、えーまあ、授業時間中には講義を行わずに演習を行うで、えー、宿題で講義用のビデオを見てくるというような授業形態のことですけどその教材として MOOC が使えますであるいは MOOC タイプの教材を自ら作って利用するとそういうことも考えられます で画面キャプチャーソフトパソコンノートパソコン1台あれば画面キャプチャーソフトを使ってウェブカメラで自分の姿を撮って MOOC、えー、タイプの教材を作れますあるいは OpenEdXEdX のプラットフォームはオープンソースソフトウェアで、えー、無償で公開されてますからそれを、えーまあ、実はノートパソコンにもインストールできますし自分の大学のサーバーにインストールをして、えー、それによって SPOC と、まあ、呼ばれるスモールプライベートオンラインコース これを、えーまあ、実践してみるということももできるかもしれません、えーまあ。これはサルマン・カーンの書いた「世界一つの教室という本ですけれどもあるいは「えー、反転授業」という、えー、ジョナサン・バークマンという人はこれはあの高校の先生ですけれども書いた本こういったものを参考にしていただくと MOOC とか反転授業あるいは OER のインパクトがよりよくわかると思います。で詳しくはまずいろいろな MOOC をのぞいてみてください。 ネット上、インターネットとパソコンさえあれば見ることができます。で、使えそうな教材はぜひ使ってみましょう。公開できそうな教材を自分で作ってネット上で公開してみるっていうのも良い方法かもしれません。そしていつの日かですね、皆さんもムクを作って発信してみるのもいいかもしれません。で、興味があればですね、TLC では授業の組み立て方とか,らか教材の作成法あるいは ムークの作り方までさまざまなコンサルティングサービスをしていますので相談をください。ご清聴ありがとうございました。